はい、こんにちは。ということで、今回は、前回の続きで、前回ちょっと中途半端なところで終わったんですが、前回何したかというと、ベクトルの分解っていうのをやりました。これですね。で、その、前回やった分解の応用ということで、2本の R1 というベクトルと R2 というベクトルの和が、こういう、ベクトルだっていう時に、それぞれの R1 と R2 の成分は分かってて、成分は分かってるから、この足した結果のベクトルも、なんか、この成分を、元のやつらの成分を使って表したいなっていう。これが、問題でしたね。で、これをやるということで、R1 と R2 をそれぞれ、R1 はこの黄色とこの、赤に分解して、この R2 は、この、こっちの黄色とこっちの赤にこう分解して、で、足せばいいってことで、骨組みを抜き出してやると、こういう風ななんか構造になってるなと。結局、この黄色赤を全部足してやると、これになるなっていうのは、わかると思います。で、ここから、どんどん推論を進めていきたいと思います。この、もともとこいつらが何だったかを、思い出してもらうと、まず、このそれぞれの黄色とか赤のベクトルの成分ってどう書けるかわかりますかね。この元のやつを見てもらうとわかると思うんですが、この黄色いやつ、下の黄色いやつ、これは、R1 から来てるので、で、こいつが X1 の Y1 なので、こっちは、これに関しては横向きだから Y 成分ないから X1 だけあって、X1 の全部ですね。で、この縦のやつは、こっから来てるわけだから、これは明らかに、Y1 の0。で、同様に、これとかこれも、わかりますよね。前回これを、ここにこういう新たに軸を書いて、やってくださいって言いましたね。ということで、これはどうなるかというと、この横向き、これが X2 なので、これが、0の Y2 かな。あ、間違えた。こっちも間違ってますね。すみません。こっちは Y 成分が、Y1 で、X 方向には0だから、これは。これは0の Y1 ですね。はい。注意しましょうね、これ。で、この4つのベクトルの和なんですが、ここでまた、ちょっと平行移動のテクニックを使います。ここに、こうやって、補助線引いてやると、これ、長方形になってるの分かりますかね？この縦と横に純粋に分解したわけだから、ここに長方形できてて、だから、平行四辺形の時にやったのと、全く同じで、これを、この下の、ここに、平行移動してくると、ピタッとはまりますよ。で、同じように、これも、こっちに平行移動してくると、ここにピタッとはまるということで、こうしてみてやると、これとこれとの輪っていうのは、これとこれの輪と同じ。つまり、ここだけ足し算を入れ替えても同じだっていうのは前やったと思うので、それだと、そう来ると、結局、こう足すっていうのは、こいつらをこう、平行移動してしまって、こう行って、こう行くのと一緒なんですね。で、こう行って、こう行くと、最終的な足し算のベクトルになってるわけです。だから、最初から、ここをこう、考えずに、要するにこういう足し算だと思えば、これは、よく見ると、前回ですから、やりましたね、これ。ここだけ見てやると、これは明らかに、いいですか？これは明らかに、一次元ベクトルの足し算だ。で、やりましたよ。で、しかも、縦方向も同じで、これも、Y 方向の一次元ベクトルの足し算になっているということで、一次元ベクトルの足し算の、
一次元ベクトルの足し算なら、簡単に、ただの数字の足し算と一緒だって前言いましたよね。そこで、足してやろうと思います。うん、まず、黄色い横だけの足し算をやると、これが x1 の0。で、これが、文字が見づらいからあれですが、こうですからね。気をつけてください。これが x2 の0。で、これとこれの足し算。っていうのは、y 方向は今0で考えなくていいから、要するに、一次元ベクトルの足し算の時、ただの数直線、x って考えてたのを、今、この x 軸だと思えばよくて、要するにただの、x 成分だけの足し算になるわけですね。そうすると、x 成分だけを足し算して、結果のこういうベクトルは、こうなります。x 成分の x1、x2 を足し算して、x 成分を持ってきて、で、y 成分は相変わらず0。これは明らかですね。で、なので、この2つの足し算した結果のベクトルっていうのは、まあ、これのことなんですが、こう書けます。成分的に。で、y 方向も全く同じようにやってやると、これが、またちょっと見づらくなってますが、これが0の、y1 で、これが0の y2 なので、足し算してやって、これも、y 成分だけで、ただの足し算になるっていう風に考えれば、0の y1 プラス y2 ということで、この足した結果の、これは、こう書けます。いうことで、結局、これらの足し算をまとめると、どういう足し算になるかというと、最終的にこうなるわけですね。この足した結果の黄色が、これが、これだと思ってくださいね。これがこれです。で、この縦と縦でこう足した結果が、これです。いうふうに考えると、今の計算によって、こういう成分が分かってますから、黄色のこの先っぽのある、この座標は x1 たす x2 だっていうのが今分かりました。で、赤のこの先っぽっていうのは y1 たす y2 だっていうのが今の計算で分かりました。で、最終的に、これとこれを足せばいいわけですね。そうすれば、最終的に求めたかった r1 たす r2 になると。いうことで、このベクトルの成分は何ですかっていうのは、もう、この座標とこの座標が分かっているので、明らかですね。で、ちょっと、書くスペースがなくなってしまったので、見苦しいことでありますが、皆さんはちょっとノートでうまいこと書いてください。結局、この最初に求めたかった、R1 たす R2 っていう、この、足し算したベクトルの成分っていうのは、イコール、これは x1 たす x2 の、これが x 成分の y 成分が y1 たす y2。ということで、結果は至極単純になりましたよ。つまり、どういうことかというと、R1 とか R2 の各成分の和になっている。要するに、今ごちゃごちゃやってきたけど、要するにこういうことなんです。各成分をそのまま足し算してしまえば、足し算した結果のベクトルが、この成分が求まるということで、すごく、単純な結果が出てきました。ということで、最初に僕がベクトルの足し算を定義したときに、これは新しいもので、みんなの知ってる足し算とは全然違う、概念的に違うんだよと言いましたが、その足し算の定義がいかに自然かっていうことが、これで分かったと思います。成分のただの足し算になるわけだから、それは足し算だなと、納得できるんじゃないかなと思います。はい。ということで、こういう重要な結果が、ベクトルの分解をすることによって、わかりやすく導けたっていうことに注意してください。はい。で、
しばし単なるお約束みたいなことなんですが、まずスカラー倍っていうものをまだあのベクトルに対して定義します。あの今まで足し算引き算をやったので、今度は掛け算みたいなものをやりたいなというふうな流れだと思ってもらえるといいんですが、スカラー倍、このスカラーってあのいつかやりましたよ。これはスカラーっていうのはあの詰まるところただの数ということで、ベクトルを、ベクトルの話をしている文脈で、あの、ベクトルに対して、あの、ただの数ですよと。あの、数値と単位だけで表せるような、なんか、ただの量ですよっていう。まあ、それだけのこと。で、スカラ倍なので、まあ、ベクトルを、あの、何倍かしようと。ベクトルの2倍とか5倍とかを考えようっていう、あの、で、あの、これの新しい演算なので、あの、定義をまず約束しなきゃいけないんですが、このスカラー倍というものの定義は、今、その、考えるスカラーを A というふうに文字で表すと、ベクトルの、元のベクトルの向きをそのままに、向きは変えずに、長さを A 倍にするという意味です。まあ、あの、図で書いてみると、このようなことです。元のベクトルをこう R とします。で、今までのように成分表示、X、Y で成分を表せるとします。なので、まあ、この、投影した、ここが X で、ここが Y ですね。で、向きをそのままに、長さを A 倍なので、この向きを変えずに、そのまんまの向きで、長さだけ、この黄、白から黄色に変わった時に、これが、長さが A 倍になりました。この長さが、この長さになった時に A 倍になりましたよ、ということで、この、その結果はこのベクトルです。で、これは非常にイメージ的にわかりやすいと思います。で、あの今までのように、やっぱりこの A 倍したベクトルを、あの、こういう、これをそのまま、あの、皆さんの知ってる掛け算と同じ感覚で、A の、A かける R っていうベクトル。で、並べて AR で、この、A 倍したよっていうことを文字で表そうと思うんですが、その A 倍したベクトルの成分による表示はどうやって求められるかっていうのを考えたくなるので、どうするかというと、これは三角形の相似を応用して考えるとわかりやすいです。つまり、この元のベクトルと、この下側の、元のベクトルを斜辺とする正三角形っていうのはここにありますね。で、これと、この A 倍した後のベクトルを斜辺とするこの三角形は、明らかに相似になっているっていうのがわかると思います。直角三角形で、はい、そのまま斜辺が A 倍されているだけの相似な、三角形ですね。で、こう考えると、この、X 座標とか Y 座標は、要するにこの横の三角形の横の辺と縦の辺なので、相似で、あの、斜辺が A 倍なんだから、当然、この辺とこの辺も A 倍されなければならない。つまり、こうですね。こっちのベクトルの X 座標は AX だし、こっちの Y 座標の方は AY になってなければいけないはずです。ということは、直ちにこの A 倍したベクトルの成分は AX の AY となることがわかると思います。で、これもやはり、あの、結果を見ると単純で、各成分、元のベクトルの、この x, y っていう、各成分をそのまま A 倍したものになっていて、非常にわかりやすい関係になっていますね。で、これが、ベクトルのスカラー倍の、成分表示ということで、だいたいスカラー倍の概念がわかっていただけたんじゃないかなと思うので、次の、あ、そうか、時間があれなので、またちょっと時間が来てしまったので、一旦切ります。はい。